ラウンド、A と、月のワグマ。日本に生息する月のワグマは、体長、約、120から150センチ、体重、約、40から100キログラムほどと、比較的小柄だが、過去に大規模な獣害事件を引き起こすなど、同猛な一面もあり非常に危険な相手だ。詳しくは、乗倉クマ襲撃事件、と検索して調べてほしい。しかし、 本来は非常に臆病な性格で、音にとても敏感、という特徴があるので、まずは規制を上げて先制しよう。規制に面を食らっているうちに、急所の一つである肝臓をめがけて、すかさず蹴りを放つと良いだろう。倒せなくても相手が驚いて逃げれば、リングアウトで決着だ。もし逃げずに向かってきた場合は、重傷覚悟で目を狙うのが良いだろう。 目は視覚に頼って生活するすべての動物の急所で、禁じ手とも言えるが、背に腹は変えられない。